皆さんこんにちは、つねちゃんです。今日はサイクリング、自転車に来ました。サイクリングですね、湘南海岸ですけども、江ノ島、これですね、江ノ島、これになります。で、こちら振り返るとですね、ここになりますけど、烏帽子岩がありますね、サザンの歌にもよく出てくる烏帽子岩ですね。烏帽子岩が遠くに見えるの烏帽子岩ですね。はい、湘南海岸はですね、138号線がずっと走っておりまして、そこをサイクリストがどんどんサイクリングしてます。この湘南エリアにおけるサイクリングっていうものもサイクルツーリズムとして楽しめる一つの大きなコンテンツだと思いますので、私も実践しながらですね、研究をしてまいりたいと思います。はい、烏帽子岩でしたじゃなくて、湘南サイクリングですね。また会いましょう。さよなら。はい、烏帽子岩。